無駄に力入れないでやったらクラブ様が教えてくれる、うん、クラブ様が手首の運動、うん、手首を動きを導いてくれる感じ、うん、そう最後に、はい、ついてくる、そう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 、最後にだから自分はここにいるんだからクラブチッパーンっていっちゃう、自分を正面向いててクラブいっちゃえば、そうで体は 3D だから勝手に左ケツも後ろに引けてるし、そうそう、でも初めのうちはそういうし、ツッコミ用はないですよ、クラブは下半身みたいに乗ってる写真乗ってる、はい、次、そう、そういう入り方今一緒にやってみよう、そんな感じでもうすごい見てる、今なんかこうちゃんははいよって言ってあっち向いてこういう意識でも今顔ここでしょ、うん、これが松山フルショットここだから吸ってる、そうでしょ、そうそう、ってことはもっとこうやってるわけじゃん、ウォルシェンはもっとやってみようか、本当なんです、本当にそこ、そうそうそう、そしたらある程度スピード出したら持ってかれちゃう、そう、本気で、そう、本気でこれ、はい、当たるようになるんですよ、自分でこうでこうでとかできないでしょ、ね、そう、こんな感じで、そうクラブがこっちにターゲットに行ってあげればいいわけっていう一番大事な部分なんですよ、自分が何よりも、そう、そう、でもみんな自分が行く、自分が行くボールの前に自分が行く時あるもん、世の中の人全員がゴルフ好きな人なんかヘッドアップはできないって分かってるじゃん、でもヘッドアップしやがるわけですよ、なんでって言ったら頭が残そうとしてても結局ここらの運動力はクラブがクラブを振る感覚がないから、うん、自分が行くしかないし、うん、一日から出すのか、うん、そう、こうやってあっちに行くのができない、クラブだけ、松山君と今回、えぇ、ー、うん、そう、あんまり受けよう、今こっち意識してるから、ここに持って行ったらちゃんとして、ね、ここ向いたままクラブ、これと一緒、よりスピード出すのにもこっち向いてるけどこうやっておいて、あれよって、これこっち向いてる、ちょっとこうなるじゃん、なる、こっちに向いちゃうじゃん、うん、そう、でもこれがこう来てこうやってスピード出すと一緒になるんだけど、だから初めこれするとちょっとインサイドアウトになってシャンクとかしちゃってもいいんだけど、これがこう入ってくるぐらいになるから基本的にはこうやってるから、そう、でも多分飛ばしたくなってくるとよりこっち、そうそうそう、よりプラスアルファの話、そう、ちょっとこうでしょ、こう、そう、で、こうだったら別にこのボールさん当たらなくてもいい、そう、そうなってくると、ここ、腕がここのまんま、そう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 、はい、まず今こうでしょ、はい、そう、だから松山とここ向いたまま打ってんだけど、打ってんだけど、このままダウン入ってるんですけど、ここから左に持って、こうやって打ってる、だから胸は正面、顔とかここは、だから体は止めてるわけじゃない、そう、ちょっとここはね、ちょっと僕はこうスタッフとかに行くのに理解するのちょっともうだんだん分かってくる、だから胸を振るとかで当たるでしょ、こうやって当たりするじゃん、で胸ここでちょっとそう、ちょっと軽くそう、は、まあ、オーシャンズが胸に対してフレインがこうなってくる、でもこういう練習をしたり、なんでかというと悪いときは、ダム入った瞬間にこうだから、そう、だからこっちだけ弦かけて、直球したり、打つときはこうして、でもこの胸、肩のラインで回転してるから、こういう回転してるから、こういう回転してるから、でこれが、こう来たのが白くはいきなりこう来る、なんかこう来たのがこういう回転してる。だから、本当だったら正面向いてそういう気分、そう、こういう気分、ここだ、こっちの率は落ちる、自分がイメージしてるんです、そう、そう、だから僕は、そう、ちょっと
本気で回るんだったらこれぐらいでちょうどいい。そうそうそう、だからドライバーとかですね。めっちゃかっこいい今の。